ボルボグループは、スウェーデンのヨーテボーリに本拠を置く、多国籍企業である AB ボルボを中心に、ボルボトラックス、ルノートラックス、マックトラックス、東風技社集団、アイシャーモーターズ、ボルボバス、ボルボ建設機械、ボルボペンタ、ボルボフィナンシャルサービスの発車を核として、他業種展開する、コングロマリットである。地元の名門チャルマース工科大学と共同研究を行っている。 また、2014年より、上智大学と産学教育連携しており、2017年現在でも継続している。1999年に、乗用車事業をボルボカーズとして、フォードモーター、2016年時点で世界2位のトラックメーカーである。また、建設機械、船舶の各事業部と合わせ、大型ディーゼル機関を中心としたグループを展開している。なお、 ボルボカーズは2010年にフォードから中国の石膏吉都市空港集団参加に移動し引き続きボルボブランドを保持している。また石膏吉都市空港集団は2018年に AB ボルボの筆頭株主となっている。日本国内では AB ボルボの子会社として設立した NA が日産ディーゼル工業を買収し完全子会社とした。また かつては AB ボルボ100%出資し会社の日本ボルボがボルボトラックス、ボルボ建設機械、ボルボペンタの各事業部を展開していたが2010年1月1日をもって日産ディーゼル工業と合併した。そして翌月2月1日をもって日産ディーゼル工業はドトラックスに社名を変更し、さらに2014年1月1日にドトラックスジャパン、 ボルボグループジャパンと合併。同時に存続会社のボルボグループジャパンが社名を変更し、現在はド・トラックスとなっている。2020年10月30日、主要株主であるボルボグループとイスズ自動車間で戦略的提携が正式に締結されたことにより、ボルボからド・トラックスをに430億円で買収したことで、ド・トラックスはイスズグループ企業となった。なお、 日本において、ボルボを関する AB ボルボ参加の企業は現存せず、現在の日本における AB、ボルボの事業は、基本的にド、トラックスが行っている。かつては前日の通り NA 株式会社として、設立され現在はドトラックス株式会社となっている、ボルボグループ、ジャパン株式会社のほか、日本ボルボ株式会社、ボルボインフォーメーションテクノロジー、ジャパン株式会社、 ボルボロジスティクスコーポレーション、ジャパン株式会社、ボルボテクノロジー、ジャパン株式会社がグループ内の企業として、ボルボを視していたが、ボルボテクノロジージャパン以外はすべて合併を経て、現在は、ド・トラックスの一部門となっている。ボルボテクノロジージャパンは、ド・トラックスに合併することなく2017年10月30日に生産決了している。また、 A.B. ボルボ参加であるド、トラックスのグループ会社である VFS ジャパン株式会社は直接は、ボルボの名前を冠しないものの、バルボファイナンシャルサービスと、ボルボグループに由来する命名となっている。このほか、A.B. ボルボは、ヤマハ発動機へ、マリン用ディーゼルエンジンを多数供給している。旧部門の遠隔については、当該記事を参照のこと、トラック事業参加に、ボルボトラックス、 ルノートラックス、マックトラックスの各法人組織を要する世界的な業界再編の中で積極的な買収を行い、現在はドイツのダイムラーと並ぶ商業者大手となっている。なお、ド・トラックスは AB ボルボシ会社の NA が日産ディーゼル工業の株式を取得し、筆頭株主となった後、日産ディーゼル工業がド・トラックスに称号変更。 さらに同社がドトラックスジャパン、ボルボグループジャパンと合併した際に存続会社である、ボルボグループジャパンがドトラックスに称号を変更した法人である。ボルボはジョイントベンチャーによる事業展開も積極的である。その他の事業かつては、下記部門も存在していたが、事業売却により他社資本、分社化されている、乗用車事業ボルボ社創業時からの事業であったが、 1999年にフォードモーターに分離、売却された。売却後は、乗用車事業はフォードの参加企業、ボルボカーズとなった。フォードとボルボグループの間に資本関係はないが、ボルボのブランドは、ボルボとフォードが共同所有する商標管理会社、ボルボトレードマークホールディングに帰属し、同社により使用許諾されていた。さらに、2010年には、 中国資本の持ち株会社である石膏吉利空港集団に再売却された。なお、2017年には石膏吉利空港集団がボルボグループも参加に収めることで合意している。ボルボグループ時代は著名なスウェーデン港を使った世界一安全なファミリーカーと評価されていたが、フォードモーターに売却されて以降はプレミアムオートモーティブグループのブランドとして プレミアムカーへと路線の変更を行った。しかしながら1、0円以下の車しか販売していない。セーフティーピックプラスにおいて、試験開始年度から全車種合格し続けていたが、近年は、スワルやヒュンダイなどに水をあけられている。航空機事業かつてグループ内にボルボエアロが存在したが2012年に GKN に売却され、後に GKN エアロスペースに社名変更された。 ボルボグループでは以下のブランドを用しており、実際の法人組織有無にかかわらず以下に区分されている。ボルボボレボペンタテレックストラックスルノートラックスプレボーノババスマック以下はジョイントベンチャーや戦略的提携によるブランドである。SDLGI シャードンフェントラックスここではボルボブランドのもののみ記述する。なおかつて生産していた乗用車についてはフォードへの乗用車事業売却後を含め、 ボルボカーズを参照のこと、以下は日本国内に未導入の車種である、ありがとうございます。